プルトンはフランス陸軍が運用していた自走地帯地核ミサイル。AMX-30 戦車のシャーシを改造した輸送機律発射機に一発搭載されている。プラトンとはプルートーを指すフランス語である。アメリカ合衆国製の MGR-1 オネストジョンを更新した短距離弾道ミサイルである。射程が短く西ドイツ領内を対象とするのが限界である。 そのためプリトンの後進ミサイルの開発は、より長射程のアデスミサイルの開発につながった。運用面においては、発撃として警告的に投入される、核戦力としての面を有していた。CT-20 を観測機として使用することで、リアルタイムで目標を指示することが可能となっていた。和ズマサ非戦略核兵器の軍備管理、軍縮をめぐる課題と展望。 防衛研究所起用第15巻、第2号、2013年2月、15ページ、2013年12月4日、閲覧。プラトン、フランスニュークリアホーセス。フェデレーション・オブ・アメリカン・サイエンティスツ。2013年12月4日、閲覧。ありがとうございます。